ハス、はす、ウオヘンニトキアプスリグシースアンジロストリスは、コイカに分類される、淡水魚の一種。コイカ魚類としては、珍しい完全な魚食性の魚である。生魚の体長は、多くの場合30センチメートル、最大で40センチメートルに達する。オスの方がメスより大型になる。頭部を除いた体つきはオイカーに似て、前後に細長い流線型。 左右も平たく側平たし、尻びれが三角形に大きく発達する。体色は背中が青みを帯び、体側から腹部にかけては銀白色である。口は下顎が上顎より前に突き出ていて、口が上向きに大きく裂け、唇が左右と前で、への字に、計算度折れ曲がる。目は小さく、他の小イカ魚類に比べて背中側に寄っている。この独特の風貌で、 他の魚と容易に区別できる。ただ、幼魚のうちは、蒸気のような本種の特徴が弱いため特に追い川に、告示し、識別が困難な場合もある。成長するにつれ、頭部が大きくなり、目が上方背面よりに移動し、独特の口の形状も顕著となっていく。また、オスの方がメスよりも、本種の外部形態上の特徴が強く発現される。 主に河川の中流下流や平野部の故障に生息する。酸欠に極めて弱く、高温耐性も高い方ではないが、霞ヶ浦のような水質の悪い水域にも生息することはできる。肉食性。アユ、コイカ魚類、ハゼ類などの小魚を積極的に追い回し捕食する。独特の形状に発達した口も、加えた魚を逃がさないための適応とみられる。 動作は敏捷で、小魚を追い回すときや川を遡るとき、驚いたときなどはよく水面上にジャンプする。また、琵琶湖での生態調査では、一つの地点から放流した、標識個体が1月でほぼ湖全体に分散してしまったことが報告されており、長距離の遊泳力にも優れることが伺える。ハスは、コイカ魚類、そして日本在来の淡水魚では、 数少ない完全な魚食性の魚で、ナマズと同様に淡水域の食物連鎖の上位に立つ。日本在来の魚食性淡水魚は、ナマズやドンコやカワアナゴ、カジカルイなど、待ち伏せ型が多いが、ハスは遊泳力が高く追い込み型である点でも、唯一と言える存在であった。近年は、ブルーギルなどの外来種が勢力を伸ばしているため、ハスと地位を争う例も見られる。 繁殖期は6月から7月頃で、この時期のオスは追い川に似た、婚姻食が現れる。湖や川の浅瀬に、オスとメスが多数集まり、砂礫の中に散乱する。孵化した稚魚は制御ほど口が裂けておらず、ケンミジンコなどのプランクトンを捕食するが、成長に従って、口が大きく裂け、魚食性が強くなる。寿命は飼育下で7年ほどである。 東アジアと日本に分布する。日本国内の自然分布は、琵琶湖、淀川水系と福井県の三方五湖に限られる。しかし20世紀後半頃からアユなど有用魚種の放流に混じって各地に広がり、関東地方や中国地方、九州などにも分布するようになった。今日では、流れの比較的緩やかな水域では、ポピュラーな魚の一つとなっている。 一部では食害の報告もあったが、他の外来種の方が、クローズアップされやすいためか、それほど問題とはされていない。日本以外では、アムール川、水系、朝鮮半島、超高水系から、インドシナ半島北部にかけてのほか、台湾にも分布する。4カ所の分布域ではそれぞれ亜種に区分されている。用紙が追川に似ていることもあり、淀川流域では追川を、発、 ハスを、ケタバスと呼ぶ。標準和名との混乱があるので注意を要する。また、その風貌と追い川の別称である、山辺から、鬼山辺と呼ぶこともある。中国語では、馬口魚と称し、別名に、東下魚、山、甲波、寒口がある。地方名では、福建省の八日後で、大口魚、戦後で、勝口橋と呼ばれる。広東省では、追い川との根性で、 くれない社交と呼ばれる。警戒心が強く、動きが機敏で引きの力も強いため、分布域では、ルアーなどによる釣りの対象として人気がある。釣りの他にも、刺し網や投げ網などで漁獲される。身は白身で、塩焼き、天ぷら、唐揚げ、南蛮漬け、車切り、メスの背越しを洗いにしたもの、などで食べられる。生息数が多い琵琶湖周辺では、 鮮魚店でも販売されている。中国では、唐揚げかオイル焼きにすることが多い。神経質なため、音や光などに驚いて、ガラス面に突進し頭をぶつけたり、ジャンプして水槽から飛び出してしまうことが頻繁にあり、それが原因で死んでしまうことがある。また、スレジや酸欠、水質悪化、高水温並びに、水温差に弱く、上手に飼育しないとすぐに死んでしまうため、 飼育の難易度は高い。制魚の場合は狭いと弱るため、最低でも90センチメートル以上の水槽が不可欠となる。泳ぎは機敏で落ち着きがなく、高速で泳ぎ回るため、衝突防止策としてガラス面には水草をたくさん植えてジャンプによる飛び出しを防止するため、水槽の上部にはクッション性があるもので蓋をすると良い。餌は、制魚は、 配合飼料に慣れるのに時間がかかるため、最初のうちは小魚、赤虫の生餌などが良い。なお、配合飼料に慣れさせるためには、追い皮を一緒に飼育すると効果的である。10センチメートルくらいの幼魚であれば、生魚よりも比較的飼いやすい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。